鹿児島県西之表市に緊急安全確保が発令されました。鹿児島県種子島にあります西之表市、市内全域に緊急安全確保が発令されました。西之表市には暴風と波浪の特別警報が発表されています。これまでに経験をしたことないような台風災害となる恐れがあります。暴風が実際に吹き始めてからでは屋外での行動は命の危険が及びます。暴風や高波、高潮に最大級の警戒をしてください。こちら警戒レベル5段階の表示のうち、緊急安全確保は最も高い警戒レベル5の情報となっています。災害が発生または切迫していることを示す警戒レベル5です。何かしらの災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況となっています。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。今後の台風14号予想進路図も見ていきます。現在台風14号ですが、南大東島の北北東に位置しています。この後も北北西に進んでいく台風14号、大型で猛烈な勢力となっています。すでに平均風速15メートル以上の強風域は九州そして四国地方広い範囲にかかっているような状況です。この先暴風域もかかる種子島屋久島付近では暴風雨などにも警戒が必要となっていきます。18日日曜日の午後には非常に強い勢力で九州の南部にかなり近づいていくと見られています。九州に接近時は動きが遅くなると予想されていることから、長時間にわたって暴風となる恐れがあります。厳重な警戒をしてください。この先も周囲の状況を確認し、できるだけ命が助かる可能性が高い行動をするようにしてください。詳しいお天気の情報、また避難の情報に関してはアプリウェザーニュースからご確認いただけます。